リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日は会社に行くね、服のルックブック撮っていこうと思います。ということで本題入る前によかったらこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やってますのでよかったらそちらのフォローお願いいたします。はい、ということで今日のインナーとしてこんな感じで着ているんですけれども、結構もう北海道暖かくなってきたので、中の T シャツはなしの状態にしました。で、今日はもう着たいなと思ってる服がもうちょっと決まってるのでそちらの方で着ていきます。まず下はですね、この間のルックブックでもちょっと着てたんですけれども、こちら、はい、今日はこちらを合わせていこうかなと思っております。はい、こちらのまず巻きスカートを履いて、でこの巻きスカートを履くのでそれに合わせた上の色合いにしてます。最初ね、なんか薄い色のものも考えたんですけど、薄いとやっぱりこうなんだろう、コントラストというかレイアウトしてっていうのが気になるのでこっちにしております。なのでまずこちらの巻きスカート、巻きスカートというか袴風スカートだね、ほんと普通パッて履いただけなので、はい、こちらのスカートに、こちらのアロハ系のねシャツを、まず組み合わせております。でこの上にこの間ね、買った、黒身のね、なんかアベールで買ったやつなんですけど、はい。こういうセーラー系のね、パーカーでございます。で、これを着けるでは、これを着る前に腰ベルトとか巻いていきましょう。よいしょ。で、会社でね、過ごすときはこれ使ってるので、これをつけていきます。よいしょ。ポケットのない服をね、着がちで、で、ちょこっとポケットが欲しかったりするんだよね、状況によって。で、なので、一応ポケット代わりになる、こういうポーチを腰につけております。今はね、これ多分っていうか、入ってるのが、これね、リップクリームと、こちらアルコールと、あとね、糸とかを切りたい時があるので、ハサミが。まあ、鼻毛切る用のハサミなんだけどね、これまで実際、ものとしてはね。と、扇子。ただね、扇子そろそろね、ちょっとボロボロになってきてて、これね、もう15年ぐらい前に買った、仮面ライダーディケイドの時のね、扇子なんですよ。で、まあ、こうやってね、使ってる分には、ちょっとキャラものかどうかが分かりにくいっていうので、よくて使ってたんですけども、もうね、この辺が、ほら、ボロボロなの。ほら、年季が入ってね。よく十何年も、まあ、使えてるっていうところですごいと思ってるんだけど、はい、っていうところですね。あとは、髪をいじる系のもの。鏡と、ピンと、櫛と入っております。が、今、腰ポーチに入ってますね。よし。あ、そう、髪もね、染めまして。はい。この間ちょろっと言ってましたけど、ちょっと風呂上がりでね、おでこが汗というか、なんか、湿っぽくなるね。はい。こんな感じで。ブリーチして、ミルクティー系の色にしました。はい。で、これに、この上に、ちょっとこの間買った、これもね、この間買ったやつなんだけど、ちょっとこの腰ベルトを合わせてみたいと思います。これ、蝶々なんですよ。こんな感じで。これ、合わせたらどうなるんだろう。まあ、この上からね、ただ、腰ベルト、この腰のベルトの上に、このゴムベルトをただ巻くだけなんですけど。あ、いいね。あ、こうなるんだ。あ、いいですね。よいしょ。はいはいはい。おー。こんな感じ。若干変身ベルト感が強い。こう。この形的には、あれだね、ウィザードだね。こう、
ドライバーうーんつってこっちで英語シャッって言ってヒー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 って言って変身するんだけど、あの魔法使いなんですよ。あの指輪の魔法使いで指輪で変身するんですけど、で変身ベルト感強いけど、これはこれで良さそうだね。ここにこれを着ていきましょう。あ、普通。はい、こんな感じでございます。ここは襟出てない方がいいっすね。はい、こんな感じの装いとなりました。ほうほうほう、もうちょっとこうしてあげて、はい、こんな感じでございます。ちょっとこのスカート位置が高い気がするので、もうちょっと低くてもいいかも。スカートの位置 OK。 あ、いいね、いいね、はい、よいしょ。はい、こんな感じでございます。あ、でこれの前に、そうだ、スマホポシェットを中につけときたい。そう、パーカーの上よりはパーカーの中に私はこう持っておきたいタイプでございまして、なのでパーカーの下にね、こんな感じで入れていきます。はい、であとここにね、あの会社の入館証つけて終わりになりますけれども、今日の格好はこんな感じ。あとはあの腕とか首にアクセサリーつけてたら、それはこの動画止めた後にパパパッとつけていきましょう。はい、ということで今日のルックブックはこんな感じ。まあ今日のコンセプトで言うと、これを着たかったっていうのと、これっていうところでございます。でそれに合わせた、アイテムを追加で入れていくっていう形のコーデでございました。どうするといいんだろう。ねえ、いつもわかんないんだよね。まあ、こんな感じでいい？サムネイルの。サムネイルだと真ん中がこの辺か。真ん中この辺で足元ももうちょっと見えた方がいいから、これぐらい？はい。っていうところでございます。はい。今日の、お洋服はこんな感じでございます。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では、以上、リントでした。バイバーイ。